まずね、日常に、自分の日常にね、面白い動きを取り入れるっていうのが大事だと僕は思うんですよね。普段自分がしない動き、しないポーズとかね、ポージングでも面白いじゃないですか。やっぱりこの自分の普段しない動きをして自分のこの脳をこう活性化するというか、こう楽しい雰囲気を自分の体にこうまとうわけですよね。だから普段こう歩く時でもちょっとふざけた感じでこう歩いてみるとか、ふん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 、お、あれいいねとかね、そんなのも面白いじゃないですか。だから普段、横断歩道で待ってる時も普通にこうね、ほげーってこうしてるんじゃなくて、ちょっとこうパシッとこうねしてみるとか、シュッとやってみるのもちょっと楽しいかなと思います。まあ周りの人から見たらね、あの人何してるんだろうとかって思われるかもしれないですけど、そんなこといいじゃないですか。だってね、人は勝手なこと思うんですから。そんなことよりも自分の体をこう楽しく動かすわけですよ、シュッとね。それがあの自分の脳を活性化してですね、こんな楽しい動きをしてるのにこのね、悩んでるわけがないというふうな感じでね、脳はね錯覚するんですよね。だから気分が落ち込んでる時とか、自分がちょっと今日元気ないなと思ったら、あえてこう明るいバカな動きとか、バカなこうね、ちょっと楽しいような雰囲気を自分に出すために、本当に沈んで自分の気持ちが塞ぎ込んでいる時こそスキップですね。こんな動きしながら私今悩んでますっておかしいでしょ。だからこう楽しい大きく体をダイナミックにこう動かすっていうのが大事なんです。皆さんもやってみてくださいね。服装ですね、服装。自分のね、気持ちを明るくしたいなとか、こうハッピーにしたいな、気持ちよくしたいなと思うんであればですね、なるべく自分の好きな色とか好きなカラーね、明るい色をね着る方がいいですよ。ちょっと恥ずかしいなとか、そんな格好してなんか近所の人に何か言われた、思われたらどうしようとかね、なんか子供に何か言われるんじゃないかなとか、人の意見をね結構人って、ね、気にするところがどうしてもあるんですけども、まあこの際そういうのはねもう忘れていただいて、自分の本当楽しい雰囲気になれる格好、それこそ本当に自分の楽しい状態に自分で持っていくっていうのが僕は大事だと思うんですよ。だから、あえて明るい服を着てみるっていうのが僕は大事だと思いますね。お年の方も若い人も、僕は女性にはもっとね明るい格好をしてほしいと思いますね。ピンクとか本当黄色とか赤とか、まあ水色とかね、黄色とか赤とか、なんか言うんだよみたいなね、まあ、それはいいんですけど、そんな明るい格好をしててね、綺麗な格好をしてて、私ちょっと最近もう元気がなくてね、もう本当にうつ気味でっていうのは通りませんからね。嘘だろお前って言われちゃいますからね。だからこそ自分の気持ちをハッピーにして明るく前向きになるためには、やはりですね明るい格好をして、そういうね心のおしゃれをするっていうのも大事じゃないですかね。普段のねこう目的地までこう歩く時の歩き方っていうのも、普通にこうカバン持ってこう歩いてるだけだと、こう普通の歩きですよね。こんな感じで、まあ、こういうふうに歩くと、まあこんな感じで、まあ、歩くじゃないですか。この時の「はーい元気だね」こういう時のねやっぱ動きっていうのも、歩き方もちょっとこうしてみるとかね、腰をローリングするわけですよ、こういうふうに。ちょっとこれだけでセクシーになるでしょ。もうちょっと映画の主人公になった気持ちでですね、こうちょっと肩をこうフリフリしながらですね、普通にこうやって歩いてるだけじゃ、これほとんど筋肉使ってませんから、これ腰から下の筋肉だけで歩いてる感じ。それにつられてで連動して腕はただ振ってる感じ、腕から自分から振っていくんです。でここをローリングさせるんですよね、こう捻転させると、シュッとシュッと、この時にケツにクッと力を入れるんです。ギュッキュッと、でここを伸ばすグ、この意識、この意識ですね、これ意識してもらえばいいと思います。こういう感じですね。こんな風にもうすごくエクササイズになってますから、こう普通に歩いてるとこんな感じですよ。こうなんかこうね、とぼとぼ歩きね、こんなとぼとぼ歩きですね、とぼ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 ね、これをちょっとね自信ありげな感じで歩くとこうなりますね。ギュッギュッて、ここをちゃんとこうシュッ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 と、ちゃんとこうね肩を入れていくっていうことですね。ちゃんと腹斜筋を使うということです。これ普通に足だけ、腰から下だけでこう歩いてますけど、これでこう意識的に上半身も使うっていうのが大事ですね。これだけでちょっとドラマチックな感じになるでしょ、普通の歩行が。でなるべくこうならない、
こうやる方なんだ、こうおっさん歩きですね、これ見てください、これ嫌でしょ、これあれ若い子でもいますよね、こうやって歩いてる子ね、これもう今自分でやってて気持ち悪いんですけど、こうやって歩いてますよ、結構世間の人肩前に入ってますよ、こうやってこんなんですよ、でエンジンみたいな歩き方しますよ、コンボ持ったら似合いますよね、こうやって違うですよ、現代人の歩き方はスッとこう格好つける、常に自分は見られてるんだよって意識を持ってですね、別に見られてませんけど、こうやってちゃんとこうシュッとこうと格好つけてこうね、気合い入れて歩いてくださいね、普段からもね、そうするだけで日常がそんだけでも楽しくなってきますから、腹斜筋を使う、ちゃんとギュッ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 、いやいや本当にね、歩けるうち、走れるうち、動けるうちがね、本当にね、人間ね、本当に花ですから。やっぱり普段からね、歩いていないと、やはり、ね、歩けなくなりますよね。あと若者でもね、僕20代の時にね、ちょっと引きこもりな時がね、あったんですけど、その頃は本当にね、1ヶ月ぐらいとかね、全く家出ない時とかね、あったんですよ。僕もね、そういう時あったんですよ。だからね、そういう時だと本当、もうね、朝起きて、あ、花がすごい綺麗ですね、これね。誰か手入れしてくれてるんでしょうね。あのピンクのやつなんてすっごい可愛いじゃん。なので、本当に僕はまだね、自分で若いと思ってるんですけど、まあ実際若いですけど、30代ですから。自分が年取った時にね、本当60代、まあ70代になった時に、やはりね、足腰丈夫でいろんなとこに行きたいですよね。多分自分の自由な時間もあるでしょうから、いろんなもっともっと自分の行ってないところ、本当国内でもね、行けてないところとか見てない景色とか、食べてない、ものとかもいろいろあると思うんで、そういうものをねやっぱこう楽しんで感じたいなという時に、やっぱり自分 の丈夫な体、本当に好きな時に自分で その場まで行けるっていう足がやっぱりない と、楽しみもねやっぱ半減してしまうと思うんですよ。あとやはり人間のやっぱりね、欲求として食事ね、美味しいものを食べるっていうね、その感覚というかその楽しみがなくなってしまうというのは本当寂しい話だと思うので、まあ、いつまでもこう食事を美味しく、ね、いただけるような健康な体を持つっていうのが、まあ、僕は大事じゃないかなと思うんですよね、人生の上で。やっぱ食べられなくなると本当ね、僕の祖母が、胃がんでですね、本当に亡くなる直前ぐらいまで食事をね楽しめてなかったんですよね。食事をもう本当お腹が空くわけじゃなくて、だから毎度毎度の本当に食事が、夕食の時間がもう苦痛だみたいな風に言ってて、そういうのを見てて僕もすごく、なんかかわいそうだなとかって思ってたんですよね。僕の祖母はやっぱりすごく気を病む、気をこう病んでいろいろね、こう考えすぎてストレスを抱えてしまう性格だったので、だからそれで胃がね、弱ってしまって、まだ心臓もちょっと弱かったんですけど、そういった感じでやっぱりね、体を壊してしまって、本当最後はね、足腰はまあそんなに、弱っていなかったんですけど、どうしてもね胃腸の方がよろしくなくて、それで食べられなくなって本当に痩せていってしまってっていう風で、本当にかわいそうだったなと思うんですけど、だからこそね、僕はやっぱ食べるっていうこともね大事だなと思うんで、そのためにもね、やっぱりお腹を空かせるためにはやっぱり運動して、やっぱ体を動かすっていうのはやっぱ大事なので、なんかどんどんですね、本当に少しずつ毎日の積み重ねですから、でもやっぱ時間、運動する時間がないっていう人は、やっぱこの時間を短縮してできる運動、しかも楽しめる運動、自分が楽しく心から楽しんでできるように、こういうおかしな動きをするんです。おかしな動きをして自分を明るくさせるんです。やっほいみたいなね、これが大事ですよ、本当におかしな動きをするんです。だから本当デューク・サライエさんのウォーキングのね、アイセッションとかね、DVD とか映像とか見てると本当面白いですよね。こういうデュークズ・ウォークとかっていろいろあるじゃないですか。だから本当に素晴らしいなと思うんですよね。そういうのはやっぱ日常に自分のこうね取り入れて、こう自分の体をね、快活さを持ってこう動かすというのが大事だと思いますよね。だから人と話す時でもちょっとこう身振り手振りをこう入れてみたいだとかですね、あとなんかこうどっかを指さす時も
あなんかあそこにあるねっていうじゃなくてね、あなんかあそこにあるじゃないかみたいな感じでねやってみるとか、とにかく自分の体をダイナミックにこう動かしてですね、日常をねこう生活してみるとちょっと面白くなるんじゃないでしょうか、なんて